年川津ですくだらないもの工房の匠です。はい、ということでね、匠くんが今、一軒家のね、賃貸を探してるっていう話を、まあ、しましたけれど、速報ですよ。<laughs> <laughs> まさに今、さっきまでね、ちょっと話してたんですけれど、ね、ちょっとこのね、うん、フリーランスの審査がね、厳しいのよ。ほんと、それよ。 <laughs> で、ま、あいろいろ書類を提出しろっていうことで、<laughs> うん、e-tax やらなんやらこう、やってたわけですよね <laughs>。そうなんですよ。今ね、こ一時間やっちゃいましたからね。ああ、でもね、こうでもない,言いながら、ほんでだ。うん。まずはその借りるまでの、 本来だったらもうポンポンと借りれるもんだと思うんですよ。田舎の一軒家なんだ、うん。物件決まったことは決まったんだよね。あ、そうそうそう,そう。そうん。あね、田舎の一軒家まあ、そこそこなところが見つかったんで、ここでいいやって。<う>決めたは決めたんだけど、そしたら今度その、不動産屋さんか。うん,うんうんうん。ただ最初はその、 保証人じゃなくて保証会社を使うっていう話だったんで。で、保証会社の方に、まあ、年収やら何やらとか、あの、貯金額が分かるような書類をなんか出してくれと。うん。フリーランスの年収なんてもうその年その年でバラッバラなわけですよ。そうなのよ。だからさ、 変な話、2年前はハブり良かったのに、去年はハブり悪かったってなると。そう,そうそうそう、<laughs> それなんですよ、マジで。<laughs> できればね、貯金で判断してもらった、UR なんか確かあれだよね。あの、あの家賃の100倍の貯金があればもう無審査というか。あ、そうなんだ無職でも確か入れるっていう。まあ、100倍だから相当ないとダメなんですね、まあ。相当ないとダメですね。そうそう。そういうこともあるみたい。ええー、で、まあ、あとりあえずその貯金がわかるやつってことで。うん、でね、ここで一個問題が出たんですよ、最初に。 向こうは、通帳出してくださいって言われたんですよね。紙の、うん、紙の。紙のうん。まあ通帳のやつが分かるようなコピーで出してくれる。うん、美しいね。うん。そうそう。で、俺通帳もう止めちゃってるんですよ。ほう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 。あの全部電子決済というか。ああ、分かる分かる。うん、俺もそう、うん。あれにしちゃってるから、通帳っていう概念がまずないんですよね、うちに。うん。で、その、スクショみたいな感じでこう、 一応残高が分かるやつと、の口座番号分かるやつって言って出したんですけど、なんか納得いかなかったようで。ええー、マジで <laughs> うわ、これ、俺もじゃあ、めちゃくちゃ同じリスク払んでるわ。で、結局、まあ、貯金の残りとしては、まあ、そこそこに残ってたはずなんですけど、うん、それだけだとちょっと、あのー、なんともいかんのでってことで、で、今度、去年の年収が分かるやつってことで、確定申告の書類か。を出してくれと。 で、ここで大問題発生ですよ。えー、紙でやらなかったからっていうことでね。そう。<laughs> 電子決済にこれもしちゃったから。うん。田舎はまだまだ紙なんで。通帳の話もそうだもんね。そう。なんで、これをね、あの、電子決済とか全部やった後に PDF でいいからダウンロードして、うん、どっか印刷して出しといた方が何かといいんじゃねえかなと。<laughs> 何のための電子決済じゃいいと。<laughs> めんどくさまあそのねちょっと話戻るんだけど通帳見してっていう時に、うん、今さやっぱりそのネットの銀行とかだとアプリじゃん大体。 そうですね。だからその場でアプリを動かして、うんうん。こんだけちゃんとお金入ってますよっていうのを見せるっていうのもなんかあるって聞いたんだよね。でもそれだと結局現地いないと言ってそうそうそう、見せないとってことよ。<laughs> まあリモートでやらせろ、それを。<laughs> まあ昔ながらの人だとまあ当然そうなるわな。うん。信用できねえっていうねで。結局そこの足並みが揃ってないから、もうこの二度でも三度でもなわけですよ、うん。で、保証人の話ってなってくると、たくみくんちのね、お父さんお母さんがもう年 近近だからっていうのまあうちの相方の方のお父さんお母さんがまだ働いてるんで最悪そっちにちょっと保証人のやつ代理でやってもらえませんかっていう。 話はでできそうなんですけど今のさ、埼玉のマンションっていうのは、だから、たくみくんちの親御さんがまだ、まだ働いてる時です、ね、働いてた時期だからって、これ、すげえ落とし穴っていうか、住んでる間に自分の両親が年を取って、そのもう保証人としての役割が果たせなくなってるっていうね。うん、っていうことなんで、だからこれ逆に言うと、 この次がやばいんですよ。そうだね。うん。次引っ越せないってなる可能性があるんで。その相方さんのご両親ももう年を取ってっていうことになりかねないってな,なるわけだからね。そう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 。ってなると、まあ一応ね、ここ2年ぐらいで、まあ引っ越して2年、3年ぐらい、おきにまた別のところには行きたいなっていうのが、まああるはあるので。 更新の時に引っ越すっていうのはあるからねそうそうそうでそれを考えるとここ2,3年でどっかしら就職するなりまあ、名前をね入れとくなりしないと次行く時がめっちゃ大変なんじゃないかなと確定申告の控えまではなかなか厳しいなと思ったんだよねそれですよまた <laughs> 確定申告の書類を取ろうと思って e-tax やらなんやらやろうとしたら<ー>もうたらい回しもいいとこなんで、うん。まあ、これねその他の証明書としては住民税の課税証明 所,とか所得税の納税証明書店があるんだけれどうん、うん、これはマイナンバーカードで確かあのコンビニで取れるはずなのよ今なるほどなるほどでそれで OK のとこもあんのよだからまあこれ今回たまたま匠くんのところが厳しい人なんかもしんないなるほどね特にフリーランスに関して厳しいというか <laughs> 厳しい目で見てるというかうんだから多分ね不動産の担当さんうん もうフリーランスでやってるんでって言ったら、フリーランスってなんすかみたいな感じの人だったんで。茨城の方だと、そういうスタイルの人が少ねえから、貸しにくいっていのは出てくるか。うん。だからね、これ、田舎暮らしで、うん、自分の生活費だけあれば、生活全然していけるよみたいなやつあるじゃないですか、はい,はい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 。ああいう人たちは次に行けないですね。<laughs> 確かにね。 次引っ越したいって言った時に、その、ね、手元にお金もなければ、うん何にもなんなくなっちゃうので、それかもうがっつり本当貯金貯めて、うんうん、その紙の通帳で残しとくとか、うんうん、UR みたく、もう数字の暴力で入ってくるたいなんとかね、感じになるんですよ。するしかないんじゃないかなうん、うん、ってなるとね、結構しんどいんですよね。まあ、そのね、大家さんがかなりその、うん、地元のね、人なんだろうから、うんうん、これがさ、 マンションとかアパートとかってなると、その持ち主がさ、都内の人とかだったら意外とすんのよ。あ,ありますよね、そういうのね。オーナーがだから普通に投資としてそういうのを持ってるっていうパターンがあるから、うん、意外と話がすんなり通ったりするんだけれど、うん、で、これで仮にうまくいかないってなった場合がもう、時間がないんですよね、こっちはもう出てくって言っちゃったんで <laughs>、それはもう決断決まってるわけだからねそうなんですよね。 ってなると、まあ、この間、内見してきた何個かのうちの、まあ、予備というか、滑り止め的なもんをっていう話になるかとそう。でも結局そっちもね、<laughs> あのー、まあ、大屋さん次第だと思うんですよね。そうそう。こね、そこはそうだと思う。あのー、同じ不動産屋でも大屋さん次第で緩くなるから。うん。いや大変。この間の話でさ、ほら、滑り止めでマンションも見たっつってたじゃん。あ、はい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 。なんかちょっとそれが、現実的にちょっとね、ちらつく感じ。<laughs> ちらつく感じに。まあ、仮にそっちしかないってなっても、 まあ、場所はいいとこなんで、うん、なんとかなるかな感はあるんですけど、いやー、しかしねって感じですね。ね、今あの、その書類を作って出すっていうね、ところに今取りかかってるとそ。そう。で、その、俺がパスワードを忘れたというのが、大問題でして。<笑><笑>マイナンバーのね。覚えてないっつうの、なもんで、E-Tax の方ですね。で、それのパスワードをリセットするために、これからコンビニに行かねばならないと。まあ、めんどくさい。 めんどくさい。なんでそのさ、メアドとこう紐付けて、パパッと、あの、忘れたらこれねっていう URL 踏むみたいなやつにしなかったんですかね、これは。さっき見た、その、マイナンバーの方の電子証明書の方のパスワードのリセッター専用のアプリを使うって書いてあったからね。ねで、今アプリインストールして、<laughs> で、なんかね、パスワードの変更予約とかいうやつをやって。ああ、予約しないとダメなんだ。<laughs> そう。で、あの、マイナンバーカードを読み取って、で、 自分の顔写真をなんか3、4枚撮って。ああ、そう、本人を証明するわけね。そう。で、そこまで来てようやくですね。なんかね、あの、アプリのレビュー見たけど、まあ、ひどいよね。ひどい書かれようというか。ね、1.4とかですね、1.4とかだね、ね平均で、ね。<laughs> 点数が5点満点中。そりゃそうなるわな <laughs>。困りもんですわ、これ。いやー、ちょっとまあ、それはね、そのまあ、パスワード、まあ、覚えてなかった,たくみくんもちょっと悪いところあるけれど、 けれどもだ。それにしても大変だね。もうね、ほんとこの行政関係とスマホとかあの辺の IT 関係の相性の悪さがすごいですね。マジで、なんだ富士通とかが作ってんのかなあだいうのな。<laughs> <laughs> NEC なのかなわかんないけど、まあ使いにくいよね。 ねえ。なんかもうちょっと優秀な民間に頼めよって思っちゃうなそうなんですよね。絶対民間の方がいいもん作りますよ、これは。っていう、いろいろなね、この問題がこう浮き彫りになったね、今回ね。まあ、もうね、これ決が決まってることなんで、やらないわけにはいかないんでね。いかないので、そこをね、なんとかせねばっていうね。<laughs> これ続報待ちだな。<laughs> 続報待ちですね。ちょっと。 ちゃんと引っ越しできたら、アマゾンとかのあの欲しいものリストをバンバン出すんで、ちょっとみんな応援いただけると助かります。引っ越し祝いね。ねえ、ほんとね。いえいろいろやばそうな感じになってまいりました。まあ、お楽しみに。くだらないもの工房の匠です。VR チャットっていう、今メタバースやらないやら言われてるやつですけど、えー、それの入り方がわからないっていう人のためにですね、えー、座学2時間の実習1時間たっぷり3時間の え入門コースを作りましたので、えー、興味ある方はちょっとこちらまでご連絡くださいよろしければチャンネル登録お願いします